皆さごきげんよう今週のご講室高清水優子です今日のこの時間ですがまずはこちらのウェブニュースからご覧いただきます過去内心のお殿下仮住まい先に引き続きお住まい宮内町 といいうタイトルが付けられています宮内庁は6月30日代替わりに伴う改修工事が昨年9月に終了しましたこの赤坂御用地にある秋篠宮邸をめぐりまして秋篠宮同妃両殿下と長男の悠仁親王殿下は 工事中の仮住まい先から隣接する宮邸に移られたものの、次女の過去内親王殿下は現在も仮住まい先に引き続きお住まいになっていますと明らかにしています。まあ、この件に関しまして、この秋篠宮邸の改修につきまして、宮内庁で正式に公表された内容がありますので、こちらのフリップでご覧いただきたいと思います。 少し長くなりますけれども正確にお伝えしたいので全文ご紹介いたします秋篠宮亭改修についてということで宮内庁の公私職と宮内庁管理部の発表です秋篠宮亭改修については計画段階から改修工事終了に至るまで節目ごとにご説明をしてきましたが当初の 計画から変変更更ににになった以下のの事柄つつついいてて詳ししくご説明します1つ目の変更点について当初は秋篠宮邸改修後の分室についてはできる限り秋篠宮邸の改修規模を縮減し経費を節減するためお代替わりに伴って大幅に増員となった後遺職職員の一部の事務室などとして活用することを考えているとご説明していました。 しかし、その後計画を変更し、秋篠宮邸改修工事を終了した後に、分室に支出部分の一部の機能も残すことをご説明しました。この点について補足します。現在、分室はお題代替わりに伴って大幅に増員となった高一植職,職員職員の一部が事務室として使用しています。また、一部に支出機能を残しています。 その支出部分の一部に過去内親王殿下が引き続きお住まいになっています。この変更は、できる限り秋篠宮邸の改修規模を縮減し経費を節減するとの基本方針に基づいて決めたものです。元をたどると、秋篠宮邸には2006年の久人信濃殿下の御誕生時に、 新殿電および新能電化関連の職員用のスペースとして増築したこちらですねプレハブ部分がありました宮内庁はこれはあくまで期間を限定してお使いいただくことを想定したプレハブであり将来の秋篠宮邸改修工事の機会に高級的なお部屋を新たに秋篠宮邸の中に組み込む必要があると考えていました。 しかし親王殿下の高級的なお部屋を含めご家族5か方のお部屋を秋篠宮邸の中に維持すると改修規模が大きくなり予算が増えると見込まれましたそこで両殿下眞子内親王殿下過去内親王殿下で相談された結果この経費を削減する目的で眞子内親王殿下ならびに過去内親王殿下が 分室に引き続きお住まいになるよう計画を変更することとなりました結果的に真子内親王殿下はご結婚になったため現在分室にお住まいになっているのは過去内親王殿下お一方です以上のとおり分室はその多くの部分をお代替わりに伴って大幅に増員となった公私職職員の一部が事務室として使用しているほか 一部には支出部分がありその一部に過去内申の殿下がお住まいになっていますということですまあこの職員の数に関しましては平成29年の段階では秋人の宮家では12名の職員でしたしかし講師という特別なお立場になりましたので前の東宮職と同じ規模の現在は51名の職員となっています そして二つ目の変更点についてさらに続けたいと思いますはいこちらです、えー、改修工事についての二つ目の変更点についてです当初宮内庁は秋篠宮邸と共用電邸である赤坂東邸等を一体化する工事を計画していました しかしその後、計画を変更し、赤坂東邸は従来と同様に共用電邸として皇室全体でご活用いただくことになりました。この点について説明します。秋篠宮邸の皇室部分は旧秩父宮邸のものです。旧秩父宮邸は、 秘伝家お一方でお住まいになっておられたこともあるかもしれませんがお部屋の広さも第一応接室と大食堂の二室を一室として使用した場合でも旧高松の宮邸の大客室一室よりも狭く一定数以上の来客のある行事を行うことができませんでした。このような事情を踏まえ、 宮内庁は秋篠宮邸と共用伝邸である赤坂東邸を一体化することにより一定数以上の来客のある行事も行えるようにしてはどうかと考えましたしかし工事計画についての検討の過程で宮内庁は共用伝邸である赤坂東邸がこれまで園遊会終了後の天皇皇后両陛下並びに皇族殿下方のご休憩や 各宮家の冠婚葬祭等の行事の場所としてまた、各宮家の宮邸等の改修時のご家具所としてなど皇室全体でお使いになってこられたことに鑑みると教養伝停の機能をご活,用ご活用の利便性の高い赤坂御用地内に維持することが必要であるとの認識を持つに至りました。さらに続きます そこで宮内庁が赤坂東邸を引き続き共用電停とすることについて秋篠宮公同両殿下にご相談したところ、両殿下は了承されました。このようなことから当初の一体化計画を変更し赤坂東邸は従来と同様に共用電停として皇室全体でご,ご活用いただくことになりました。 先日の春の園遊会の後も天皇皇后両陛下並びに皇族殿下方が赤坂東邸でご休憩になりましたまた、秋篠宮家の行事で一定数以上の来客がある場合には従来と同様に教養伝提である赤坂東邸をお使いいただいています。ということでえー 変更された2つつののポイントについて宮内庁のホー一部報道ではですねこれはあの、えー、過去内親王殿下とそれからご両親との親子仲が悪いのでこう離れて暮らしているというふうな内容のことを言っている人もいますしまたそういうニュアンスの報道もされていますのでそういうことは一切なく。 すでででにごご家族でご相談の上で決,ま決,ま決まったことだ、ととといいうことがかかるかと思いますそしてまた離れて暮らしているといいましてもよくあの世間ではスープの冷めない距離という表現がありますけどスー,プスープが冷めないどころかあのそれぞれのこうお住まいになっているところはスープが熱々のまま届くような距離で例えば大きなお屋敷では 母屋と離れというような形でのお住まいの,あのなさり方ですので何ら問題がないことということはご理解いただけるんではないかなというふうに思っています。そしししてて新しくなった秋篠宮につきましては実は実ですね 機関士皇室の九十七号で特集したことがありました。こちら機関士皇室九十七号の表紙を飾っていますのは天皇皇后両陛下が昨年の10月、まあ久々に国民体育大会 が行われた開会式、こちらは栃木県で行われたんですけれども、空を見上げていらっしゃいますが、この日はですね、ブルーインパルスの祝賀飛行も行われまして、そちらをご覧になっている両、えー、陛下の様子が表紙を飾っています。そして、あの秋篠宮邸の建物といいますのは、先ほどのフリップでもご紹介した通り、えー 元々は秩父宮邸旧秩父宮宮旧なんです建築家の吉田磯谷氏が設計をいたしまして昭和47年に秩父の宮邸として竣工しましたそれからもう50年以上経ちますけれども本格的な改修は一度も行われていないんです、まあ、今回はスペースの拡大とともに老朽化が進んだ配管などの交換それから LED 照明の交換 内装も不燃化して防火対策そして経費節減のために竣工当時の部材をそのまま使うそのまま生かす形になっていますそして新しい秋篠宮邸の内装ということで一部え報道陣に公表されたんですけれどもえこちらの写真もご覧いただきたいと思います。あのこちらは、あ 大食堂でよく両殿館がお誕生日の記者会見などでお使いになるお部屋なんですけれどもご覧のように金の蒔絵ですとか大理石の台はそのまんまです。シャンデリアありますけれどもこちらもあの壊れた部分を修理して竣工当時のそのものの形を残しているということなんです。何も豪華なシャンデリアをつけて贅沢をしているというお部屋ではありません。 それからですね、えー、左側の右下の大広間というこちらのお部屋なんですけれどもこちらのフローリングのお部屋なんですがこれはですね新たにフロ,フローリングを新しくしたということではなく改修前のものを磨いて再利用しているということなんです。またあのお,あのお庭については水漏れのあ 池の周辺の石を入れ替えるなどの改修などをしましてできる限り旧秩父の宮邸の,その設備を残したままそれを修繕してお使いになっているということなんですよね。ですからあの一部報道で言われているようなぜいた三昧の,あの宮邸になったですとかそういうことは一切ないというのをこの公開された。 内装などをご覧になりますとご理解いただけるんじゃないかなというふうに感じていますけれどもいかがでしょうか。あの いろいろな報道がなされていますけれどもきちんとした報道えきちんとした内容を宮内庁から定期的にあるいはタイミングを見てきちんとしたそのタイミングに合わせて公表するというのはとても大事なことだと思いますし今回公表したこの宮内庁の改修についての発表につきましてもいろいろな誤解をがありますのでこういう,う 正ししいいいいいいことととを詳しく説明すするうううのはは大変いい傾向だなというふうに私は感じていますえ皆様はどのようにお感じになりましたでしょうかといってもまだまだこのんまだ贅沢三昧ですとかいろんなイメージを持って勝手にお話をする方はいますけれども何が正しいのかということはこう受け手側が選択する時代がやってきたんだなということを改めて実感している時代です。以上今週のご講室でした